さあというわけで始まりました、絶体絶命都市2凍てついた記憶たちというわけでございまして、ついにですね新シリーズの、実況に突入していくんですけども、先にご案内しなくてはいけないことがございまして、今回の実況かなり変則的なプレイになります。というのもですね、まあパート1で話すべきかなっていうところがあるんですが、ちょっとこれはもうすでにね絶対絶命都市2を知っている方向けの話になると思うんですけども、篠原編のエンディングを先に両方見ます。両方見た上で、ゲームを進めていきたいと思いますので、篠原編を2回やらなきゃいけないっていう状況になるっていうところがありまして、ちょっと途中ね中だるみの危機とかもあるんですけども、そうしないとねせっかく1を見てくれた方へのですね、まあお礼のようなエンディングがねできなくなってしまいますので、そんな感じでねいろいろとちょっと変則的に、もう絶対絶命都市2はですね選択肢も非常に多いのでやらなきゃいけないことがたくさんあるゲームなんですけども、まあ1同様ですねできる限りサクサクっと進めていけれるように頑張っていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。今回絶対絶命都市2ではですねラジオが出る場所が限られているので、このですねラジオパートはですね肉声のそのままの声でお届けしていきたいなというふうに思っております。というわけで本編どうぞ。じゃあ行くよ。というわけでまだまだプレイステーション2からお送りしていきたいと思います。というわけで初めましての方は初めまして、そうじゃない方はいらっしゃいませ。矢上颯がお送りします絶対絶命都市2凍てついた記憶たちでございます。というわけでございましてですね、今作も、前作同様ですね前作よりもかなり作り込まれたオープニング動画から、今回の物語がスタートしていきますのでですね、ぜひともまずはこの絶対絶命都市2のオープニング動画をお楽しみいただければなというふうに思っております。というわけでオープニング動画よろしく。本当に大丈夫なんですか？ついさっき地上で羽城川が決壊したらしい。水道もガスもだ。どっちも止まって仕事にならん。容疑者の名前は佐伯優子。現在も皆様区内を逃走中とみられ、警察は。篠原さん、あの人って。おい、はい、というわけで見ていただきました絶対絶命都市2でございます。というわけでございましてですね、今回からお送りしていきますのは、こちら2006年3月30日に発売されました絶対絶命都市2、凍てついた記憶たちと題しましてですね、前回ですね先週の月曜日火曜日にですね、毎回絶対絶命都市1をプレイしておりましたけども、今回から2となります。でですね、実はなんでございますが、少しゲームの、1のところでもお話ししたかもしれませんが、絶対絶命都市というのはですね、毎回の、ゲームタイトルごとにテーマが決まっておりまして、1は喉の渇きでございましたが、今回からですね実況していきます絶対絶命都市2凍てついた記憶たちの新しいテーマは気温、体温、濡れるということというわけでございまして、1とは随分テーマが変わっていきましてですね、早速ですね先ほどのですねオープニング動画も気になるような感じの作りでした。早速見ていきたいところなんでございますが、まずはちょっとですね先に触れといた方がいいものからやっていきたいと思いますので、チュートリアルを今回プレイさせていただきたいと思っております。なんでかというと、このチュートリアルね意外と意味なくもないんですよ。というわけでございましてですね、チュートリアルは富坂市民災害センターで災害を疑似体験することができる災害疑似体験ですね。ですね、ロケハンやってるんですけど、災害練習生って言われるですね不名誉な称号しか得られなかったんですけども、こちらをやっていきたいなというふうに思っております。というわけでございましてですね、本編に入る前にまずはチュートリアルから皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。本編始まっちゃうとね、意外とキャラの説明がなかったりだとか、システム説明が一部ないっていうところがあるので、これを今回このね、そのためだけに今回のチュートリアルというところをやっていこうかなと思っている次第でございますよ、といったところでございます。ジオくん募集、来たれ人気者。ジオくんって何でしょうね。さあ、というわけでですね、富坂市、災害センターですか、の、扉が開きました。いらっしゃいませ。
富坂市民災害センターへようこそ。あ、どうもどうも。当センターには5つの部屋があり、さまざまな災害時の状況を体験できます。ここでしっかり体験しておけば、突然の災害でも安心ですよ。それでは最初の部屋へご案内します。はい、というわけでですね、美人さんに連れて行かれてですね、まずは一つ目の部屋に、5つあるうちの一つ目の部屋に連れて行かれました。真ん中にはですね、街を模したようなモニュメント等々もある、非常に豪勢な施設ですね。最初の部屋はこちらになります。どうもどうも。さあ、というわけで中に入っていきましょう。あちらをご覧ください。ね、あのマイクになるとかね、結構ね、音響周りもね、なんか結構全体的にですね、1に比べるとパワーアップしてる感じがありますね。さあ、奥に何かいる。ジオシティのマスコットキャラクタージオくんです。ね、もうなんだ、何のひねりもなければファスナーも丸見え。各部屋にはジオくんがいます。ジオくんに話しかけると、その部屋での体験は終了です。それではジオくんのところまで行って話しかけてみてください。はい、ね、もうあれですよね、各部屋にはジオくんがいますって言った時点でね、あの某夢の国だったらね、あの各場所にミッキーが、ネズミがね、いないっていう話をするはずなんですけど、もういきなりね、各部屋にはジオくんがいますというね、夢のかけらもないです。バツボタンを押した状態で、ね、左スティックを傾けて、まあ、ここら辺は一緒でございますね。左スティックを大きく傾けるとダッシュ。このダッシュが追加されたんですが、このダッシュが重たい。少し傾けると、ちょっとこれこの後話をしていきますね。さあ、というわけでですね、チュートリアルが始まったんですけども、今ちょっとね、あの申し訳ないんですけど、ちょっとこの右下のコンパスがね、ロケハのデータをチュートリアルで引き継ぐのがちょっと調べきれてなかったので申し訳ないです。ただいま万歩計のですね、コンパスを設定しているんですけども、まあこれがね、通常の歩くですよ。で、走るがですね、できるかな。走るが、もうちょっとかな。よいしょ。もうちょっと、もうちょっとか、もうちょっと、もうちょっと、スティック結構倒してるんだけど、ね、今。待ってね、よいしょ。これですね。今の走りが走るです。ね、調べる話す。気になるものに向かって丸ボタンを押すと調べることができます。ね、あの私のパソコンの解像度の問題がね、調べることにしか見えないんですけどね。人に話しかけるときもその人に向かって丸ボタンを押してください。はい。ジオくんに話しかけてみてください。まあこれちょっと終わっちゃうので、あの2をね、知らない人のためになんですけども、これが今までの私たちが知ってた走るですよ。これでも早いです。正直1に比べると。1に比べるとこれでも速いんですが、先ほどあった全速力ダッシュいきます。こうです。めちゃくちゃ速いです。で、このダッシュを使いこなしてなお災害に飲み込まれて、まあ言うのであれば死んでしまうパターンが非常に多いので、この歩く、走る、ダッシュ、それぞれですね、意識したプレーが必要かなと思います。というわけでジオ君に話しかけていく前にでございますけども、間違えたね、おい、間違えたよね、反応がない、はいはい。で、随分ね、可愛らしいジオくんがね、いっぱい飾ってありますね。工事現場のジオくん、警察のジオくん、クリスマスのジオくん。これなんとなくでいいです。覚えておきましょう。というわけでジオくんに話しかけていきましょう。はじめまして、僕ジオくん。はじめまして、僕ジオくん。はい、どうぞ。僕のところまで来た印にスタンプを押すからね。ありがとう。後で地図を見てみてよ。R3 ボタンで地図を見ることができるから、じゃあ次の部屋で待ってるよ。うん、お疲れ、ありがとう。さあ、というわけで一つ目の部屋が終わりました。これより先は自由にお部屋をお選びください。ここからはもう任意制ですね。ドアに向かって丸ボタンを押すとドアを開けることができますよ。私はガイドとしてお供させていただきます。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、ここからはですね、この 1,2,3 だとか好きなところが回れるようになりまして、あとこういうところにね、交通安全運動実施中、スピードは控えめに、防災マニュアルなどというジオ君が非常にですね、この防災に関してもですね、この富坂市、災害センターに貢献していることがわかりますね。結構ね、和の時に比べるとね、グラフィックとかこういうなんか透明に見えるものの描写とかも非常に綺麗になっているので、ゲーム的にも本当に進化したのかなと。でですね、ここにはですね、この下側にね、水が流れていて、のなんかこの真ん中に塔が立ってるね、あの今これ見ると多分ね、あの一部の人はね、スプラトゥーンでこのなんか塔を見たことあるみたいに、電気ナマズいるみたいなね、塔に見えるかもしれませんけども、こんな感じになっておりまして、というわけでございます。さあ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 、というわけでございましてですね、早速でございますけども、こちら2個目の部屋に参りましょう。さあ、
ね、1個目はね基本操作でございました。次は何をやるんでしょうかと。では、はい。ではね、ではっていう割には急に上からさあ、あ、ごめんなさい、手が滑っちゃって。手が滑って、そんなピンポイントに一緒にかかるかね。だ、大丈夫ですか。いや、ちょっとお前あれだよ、あのお前のところのスタッフがその水をバーや、あの謝ってもらおうか。体調 TP ね、これあれですね、前回では TP じゃなかったですね、 QP でしたっけ。前回はね、今回は TP というものになっておりまして、体が濡れているとだんだん体調が悪くなっていきます。もうこれ実際もそうですよね、やっぱりちょっと体が濡れてると気持ち悪いなと思ってしまったりだと、あの体温が奪われるということがあると思いますが、この絶対絶命都市2ではここが非常に重くなっておりますと。体調が悪くなるとダッシュをすることができなくなります。あの一番本気のあれですね、全速力が使えなくなると。さらに悪化すると行き倒れとなりゲームオーバーとなってしまいます。はい、ここなんですけども、今回 HP ゲージが存在しません。このですね、体調ポイント TP をですね、うまいこと管理していくんですけども、それが悪化すると行き倒れになってしまって倒れて終わりになるというふうになっておりますので、今回ですね、ワンと管理もそもそも変わってくるかなというところですね。さあ、というわけでございまして、その回路で体を温めてみてください。はい、机の上にございます回路を手に入れましょう。アイテムを取る、青い矢印のところにあるのがアイテムです。まあ、ここはねちょっとまあ飛ばしてもいいかなと、丸で取れますよっていう話ですね。というわけでございまして、回路を入手しましょう。さあ、で今回からですね、今までと違うのがですね、前回は、リュックサックの中が、3×なんていうブロック数になったんですけども、今回は重たさになりました。管理が重たさになってます。これも非常に管理しづらい。というわけで使い捨て回路を入手しましょう。アイテムを取得しました。さあ、アイテムを取得しましたら、アイテムを使うでございますね。まあ、ここら辺はちょっと同じなので割愛させていただきたいと思います。というわけでございましてですね、こんな感じでメニュー画面も結構ガッツリ変わったのですが、ただいま左下見ていただくと分かる通りで、体温は問題ないです。しかしながら体が濡れてしまっている状況でございますね。ここに関して使い捨て回路を使うことによって TP の減少を防ぐことができると。これで体温が上がったと。なんでこれでですね、まあ、体調が悪くなりづらくなりますよという一時的回復アイテムですね。ではジオ君の方へお進みください。はいね、あのこの時ですね、ここの施設はですね、スマートフォンとかを絶対ロッカーにしまえって言わなきゃいけないと思う。何が言いたいかというと、ここでね、よし進むぞーって言うとね、ここで立ち止まった理由も分かりませんけどもね、放水されると、ね、さっきのばあちゃん何も悪くなかったっていう、失礼しました。謝る順番が違うと思う。温まりポイント、黄色い矢印のところにあるのが温まりポイントです。温まりポイントでは服が乾き体調が回復します。温まりポイントの言いづらさ、ここではできませんが、セーブしたり食事を取ることもできます。これも新システムですね。食事という新しい概念が発生しております。それでは温まりポイントへ移動してください。おいさ、というわけでございましてですね、温まりポイント、今度ですね、ストーブのところに近づくと、まずストーブに、当たることによりまして、主人公がですね、体が温まるような描写をしましたね。で、こうするとですね、歩いた時に、あ、まだこれ濡れてるわ。もうちょっとですね、乾かすと、まあ、ドライになったりするんですけども、まあ、待つ必要ないので、ここ調べてあげますとですね、メニューが出てきまして、その中に温まるという項目がございます。この温まるを選択することによって、体が温まった、この左下にあった水のマークがドライになりましたね。これで乾きましたので、体調が減る要素が減ったと。このように、左下のこのドライっていうのと矢印、この2個だけが、プレイヤーに出てくるプレイヤーの状況を知らせるアイコンとなりますので、これを見ながらプレイしていくと、ワンからすると随分変えたねって感じですね。ジオ君に話しかけていきましょう。水も滴るいい男ってね。ぶっ飛ばすぞ。よし、スタンプを押すからね。うん、まあ可愛いから許す。じゃあ次の部屋で待ってるよ。はい、というわけでございましてですね、こんな感じで次の3の部屋に進めていきましょう。さあというわけで3の部屋では何が待っているかというところでございますけども、まあちょっとね、あの時間的なところもあるので、ちょっと飛ばしにもしていこうかなというふうに思うんですけども、フルボイスでお姉さんの声聞いてもというところですね。ジオ君が向こうを向いています。こちらに気づいていないようですね。気づいてないですね。こういう時はですね、1にもありました通り、ジオ君に向かっておい叫ぶことによってですね、NPC が気づいてくれると。こっちこっちこっちに来てよ。
ね、まあなんか、じゃあ椅子どけどけやと。なのでですね、この緑の矢印が出ているものは運ぶことができるので、丸ボタンを押したままですね、このように一回邪魔なものをどかしてあげると。で、すると空洞ができましたので、丸ボタンを押したまま左スティックを動かすと、歩幅移動できます。これ実は前作も歩幅移動あったんですけど、任意の場所ではできなかったので、今回はシステムの進化かなというふうに思います。さあ、というわけでございましてですね、向こう側に来ましたので、ジオ君に話しかけていきましょう。いいな、君は歩幅移動ができて。お前大変だな。よし、スタンプを押すよ。ありがとう。そろそろ2階の部屋に入れるんじゃないかな。じゃあ次の部屋で待ってるよ。ね、というところでね、もう完全にジオ君が次のところをどんどん教えてくれるという仕組みですね。というわけでございましてですね、先ほどジオ君が言った通り、次は4階に向かっていきましょう。4階目はこれは5階ですね。あ、5階じゃねえ、5つ目の部屋ですね。というわけで次は4つ目の部屋に入っていきましょう。まあ、結構基本操作を学んできたのですが、ここではですね、ワンでも私もですね、動画収録中に結構苦しめられた段差ですね。ここだよ、飛ばしたとごめんな。ジオ君があんなところに。なんとかしてジオ君のところまで行ってみてください。はいはい。というところで、これはワンと一緒ですね。まあ、基本的には切れ目のところに向かって走っていくとジャンプすると、こうですね。でギリギリのところで掴んでと。前回に比べるとね、カメラワークもちょっと緊迫感のあるカメラワークになった気がします。足場に手がかかるとぶら下がることができます。ぶら下がった状態で左スティックを傾けるとよじ登ることができます。向こうの足場によじ登ってみてください。まあ、というわけでございましてですね、このね、しがみついている状態で、これ1に比べてね、1のね、八神英一さんに比べてちょっと苦労してるかな感がありますけども、2だと、もう、1はね、すごい余裕で登ってましたけど、2はね、残念ながらね、結構必死に登ると。で、段差の登るに関してもですね、前作と一緒でございまして、段差に向かってですね、こういうふうに、マイスティックを倒していくことによって、段差の高さによって登り方は異なりますけども、上に上がっていくと。というわけで無事に登ることができまして、ね、で、まあ、さらにはしご、まあ、はしごはですね、前作ね、パート12ではですね、はしごを登らないで相沢のおっぱいに向かっていくというですね、謎のバグもございましたけども、このようにはしごを登っていくというアクションも、前作同様となっております。まあ、というわけでございましてですね、無事ジオ君の近くまで来ているつもりなんですけども、ね、こういうね、微妙なところに関しては、歩くことができます。ゆっくりと傾けてあげることによって、こうやってね、バランスを取りながら歩かせると。まあ、別にここまでダッシュもできるんですけども。といったとこですね。で、最後に関してはですね、この段差があった時にはもちろんぶら下がることもできますよと。ね、前回はスティックを入れろって言われましたけども、スティックを入れずにバツを押すと、ここでバツを押すと、ザッと。というわけで、ジョークに話していきましょう。よくここまで来たね。それじゃあ、スタンプを押すからね。お前がどうやってここまで来たんだ。ね、というとこで。じゃあ次の部屋で待ってるよ。というわけでございましてですね、チュートリアル1から4、ここまではですね、正直、見せられているみんなも、絶対絶命都市1と何が違うんだというところが立ったと思うんですけども、ここが一番重要ですね。というわけで5番目の部屋に入りましょう。もうこれがですね、絶対絶命都市2の特徴といっても過言ではございません。さあ、というわけで流れる水の音。さあ、結構水が流れてますね。ね、可愛らしい声で言ったら何でも許されると思ってんじゃねえぞ、ジオ君。ジオ君があんな遠くに。お前もお前だ、もういい加減気づけよ。なんとかしてジオ君のところまで行ってみてください。急にあやふや、ね、というところでございましてですね、水流、水の勢いが激しいところでは流されてしまいます。なるほど。気をつけてジオ君のところまで行ってください。これがどれぐらい流されるのかというのを皆さんにご覧入れたいと思うんですけども、今これ歩いてますけど、歩いてるともうすぐに壁にこうです。でこれ走ることによってですね、ようやくちょっと進むことができるかなと。もうちょっと今コントロール離しますよ。もうこんな感じです。結構なスピードですね。よいしょ。というわけで階段をなんとか、飛び降りちった。階段をなんとか登ると。さあ続いて踏ん張る、しがみつく。 R1 ボタンを押すと踏ん張ります。また柱などの近くではしがみつきます。なるほど。踏ん張りやしがみつきで流れに耐えることができます。ただし水の中で踏ん張り続けると息ができなくなり、ゲームオーバーとなります。もう R3 とかね、ゲームオーバーとかね、お前らはめたいこといくらでも言うのね。柱の近くで R1 ボタンを押してみてください。というわけでですね、先にちょっとご案内していきたいんですけども、ここにまああるところにこうやってしがみつくことで、水流からね、水流の力に負けないようにしがみつくことができると。でこれ今よく見るとバッシャコーンってくるんですよ。これこのバッシャコーンの時に一瞬すごい速い波が立ってるの分かりますかね。
これがしがみついてないと人を容易に流すほどの強さの波となっております。なので あれに流されないようにしがみつかなきゃいけないと。なのでタイミングを見計らって波が行った後にすぐにここにしがみつくと、で次の水流を耐えてから登っていくというようなクリアの仕方になるかなというふうに思います。そしてさらにですね、しがみつき移動、物にしがみついて左スティックを動かすとしがみつき移動することができます。手すりにしがみつきながら移動してみてください。というわけでしがみつき移動という新しいチュートリアルでございまして、このですねしがみつけるところをしがみついたまま移動をしていくことによって、これを続けていくことによってで流されずに先に進むことができるという寸断でございます。というわけで私たち直に走っていきましょう。大変だ、体が濡れているよ。おめえがそこで待ってっからだろお前。ほらほら、服を乾かさないと。お前自分のせいではないような口ぶりだったな。お前今完全にお前のせいだからな。ほらジオ君乾かしてきたよ。水も滴るいい男ってね。あれ、これってさっき言ったっけ。ちょっとこいつぶっ飛ばそう。はい、スタンプを押すよ。ありがとう。というわけでこれでスタンプが揃ったと。バイバーイ。バイバーイ、ね、というわけでですねジオ君とのやり取りが無事終了しまして、スタンプを1から5すべて集めることができましたね。みんなが揃ってるとお出迎えかな。さあさあ、それに対してゆっくりと歩いていく主人公。お疲れ様でした。これで当センターでの体験はすべて終了です。あなたの成績は、はい、ね、上側にねこの運転免許センターみたいな感じでね評価が出ると。さあ10点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 というわけで、すべて10点満点を満たすことができまして、災害優等生です。やったー。あのねロケハンね、最後のやつで普通に何回かやられちゃってね。よく動けばさらに行動に磨きをかけることができますよ。ほうほうほう。災害の時にはここで体験したことを役立ててください。ありがとうございます。それではまたのご利用をお待ちしております。さあというわけでございましてですね、富坂災害、支援センターの、お話が、違う、市民災害センターですねが終わりました。まあチュートリアルというところも兼ねているとは思うんですが、ですねちょっと今回ねパートが短いので少しだけお話をさせてください。やはり絶対絶命都市1と2、全部つながってないわけではないです。なので1の時に事件を振り返っていただきたいと思うんですけども、首都東で発生した、人工的災害、まあ人工的災害のことを最後に主人公が記したのか記さなかったのは別件としまして、あちら自体はですねそのハニカム構造と呼ばれる、構造方法を政府が採用したことによりその被害が拡大したというところでございまして、人工的な施設都市を作るのに対してこの、絶対絶命都市という世界観の中ではその災害に対しての、ちゃんと準備を怠っていないかというところがですね非常に重要視されておりまして、1からの後の物語になるこの2ではこの富坂市民センター災害センターではこれだけのですね災害センターっていうセンターが立ち上がっていて、みんながその災害のね被害に遭わないようにっていうところの、準備をしているというところもですね結構重要な設定になっているかなと個人的には思っておりますといったところでございますね。というところでね1も全然つながっていきますので、2はそこも楽しみにしていただければなと思うんですが、今回はですね皆さんと一緒に富坂市民災害センターでのいろんなことをジオ君と共に学びましたけども、次回以降からですねついに本編に入っていきたいというふうに思っております。というわけで今回はこの辺でとね、今回ちょっとチュートリアルのみで申し訳ないのですが、じっくりチュートリアルやらせていただきました。では次回から本編でお会いしましょう。シューネクサイムセチューン、バイバイ。お疲れ様でした。